はい、皆さんお待たせいたしました。ただいまよりラブリーカの献身環境名人戦決勝ラウンドの放送をお送りいたします。本日実況を務めます大塚渡、そして解説こちら、はい、ハレルプロズの津村です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。というわけで、はい、はい、構築ラウンド計6回戦とドラフト3回戦計9回戦を勝ち抜いた8名が、この後決勝ラウンドを戦うんですけれども、はい、準々決勝のフィーチャーテーブルですね。はい、前、リミテッドシンの加藤健介選手対中村浩希選手の対戦を、準々決勝ビデオフィーチャーマッチを呼びいたします。加藤選手、この間のグランプリでもトップ4でしたし、はい、勝ち続けてますね。やばい、すごい、この環境をそうですね、本当に勝ち続けてますね。構築リミテッドともに強いですね、はい、以前もね、あの環境名人戦勝ってましたし、優勝しましたね。確かに、はい、環境巻きが得意なのかもしれないですけど、うん、はい、というわけで、はい、環境末期のスタンダードということで、まあ、結構あのグランプリ京都では、グルールアグロが、はい、勝っていましたけれども、あれから何か環境の変化っていうのはあったんでしょうか。どうですかね、あんまりそこから大きく変わってはないと思うんですけど、ちょっと今僕も、はい、あの次のプロタがモダンなんでモダンばっかりやってるんですけど、はいはいはい、まあ、多分そこまで大きな変化はないんじゃないかな。グルールは依然として強いデッキだと思いますし、うん、はい、というわけで、じゃあ、 あの2人の加藤選手と中村選手デッキちょっと見ていきましょう、はい、まず加藤選手から、はい、ごめんなさい、今手元にデッキリストが来たんですけれども、どこだ加藤選手はグランプリとほとんど同じ、はい、ラブ2分ミゼットジェスカイカラーの、そうですね、はい、ジェスカイの2分ミゼットが4枚入ったちょっと特殊な個性的なコントロールです。はい、結構ね、今の環境のコントロールっていうと、ミシックチャンピオンシップで井川さんが勝ったようなエスパーコントロールが主流ですけれども、ね、加藤選手はジェスカイカラーを使っているということで、2部への愛を貫いてここまでやってきたと。やっぱりエスパーコントロールとジェスカイコントロール違いというと、やっぱり火力が使えるのと、あと2部ミゼットの制圧力っていうところでしょうか。まあ、除去に関してはちょっとエスパーの方がやっぱり強いのかなと思うんですけど、うん、すね、屈辱とか、はい、あと思考消去ですかね、思考消去が一番エスパーの強みかなと思うんですけ ど、うん、ど、あの手札界はやっぱり他の色にはない、はい、はい、というわけで、すでにですね、はい、始まっているようですね。加藤健介選手がジェスカイ・チズ・ミゼット、中村選手、こちらが黒ミドですかね、スルタイ、はい、失礼しました、スルタイ・ミッドレンジ、原根健太選手や渡辺裕也選手が、グランプリで使用してトップ8に残ったリストにかなり近い形になっております。ワイオードロイドが1枚っていう形 で、 そうですね、はい、実はプロツアーで僕のチームメイトの人たちが使ってたリストと全く一緒みたいな、あ、なるほどなるほど、話をペトル君にされるまで気づきませんでした僕だけちょっと2枚ぐらい違って、あ、そういえばと思って。さあ、加藤選手の先行で始まって、ここは3ターン目までドローゴーという状態ですね。中村選手は、のしげみ歩きからのスタート、うん、さあ、これはいい動きになりそうですね。さあ、ひすいこのレンジャー、この、ね、のしげみ歩きからのひすいこのレンジャーはもう黄金ムーブ、そうですね、ゴルガリミドクロ系の必殺ムーブですけど、はい、ただ土地を2枚めくりましたね。まあ、ちょっと今現状ランドのソースが分かんないんですけど、まあ、やっぱコントロール相手にはできれば土地をたくさんめくるよりはサイズが上がってくれた方が嬉しいかなというところですけど、はい、黒子高めたいというところですね。ただあのエスパーと、ジェスカイの違いとして、やっぱりタフネスが大きなクリーチャーはちょっと苦戦をするので、はい、今のしげみやりきが、タフネス5までいったのはすごくいい展開ですね。加藤選手のこのデッキだと基本的な除去っていうのは、まあ、やっぱり赤白系だとクラリオン、うん、3マナで全体に3点とかそういったカードになってくるんですけど、はい、だからタフネス3超えていると、かなり途端に除去しづらくなるので、はい、あとは溶岩コイルですかね。溶岩コイルも少しはあるんですけど、はい、さあ着々と探検クリーチャーを並べてアタックしていきます。いいですね、メインもサイドゴムもスルタイ側としてはこういって圧力をかけていって、サイドゴムはそこに妨害が加わると、うん、まあ、3点食らって、6点なので残りライフ9ですかね。3点最初が3点ですよ、はい、あで職員が1回3点、5点6点残りが9、はい、9対29、もうすでに4ターン目にして10点以上の黒子を刻めるということで、うん、そうゴルガリ系のデッキってゆっくりだと思われがちなんですけど、はい、早いんですよね。探検クリーチャーは意外とパワーが高いですね。そうですね、はい、まあ、特にその探検がプラスされたときはもう見た目以上に早いので、うん、さあ加藤選手選択で回答を探しに行きます。これはかなり必死な感じが伝わってきますよね。そうメインで打っているので土地がないように見えましたね今。さあまずは次のターンをしっかりしのげるか、
こう何か全体除去とかでクリッチャーの数減らしていきたいところですよね。ただやっぱりのしげみ歩きを殺せる全体除去はかなり数が限られているので、はいはい、残骸の漂着とかがあると一番いいかなと思うんですが、メインにはうん、さあまずはクラリオンで盤面を一掃して、はい、のしげみ以外は一応騒ぎましたね。中村選手としてはここで追加の脅威が何かあるといいんですが、相手1万しか立ってないので、そうですね、はい、何でもこのターンは通るので、はい、中村選手しかし手札強そうですね。かなりスペルにまみれてる、はい、殺戮の暴君が見えますね。さあ中村選手、ここはショックインからのハイドロイド混成体 X3、うん、これはいいですね。これで、加藤選手も先ほどの段階で結構余裕がなさそうだったんで、まあ、もう何も対処がなければこのまま押し切れますし、対処されたとしても暴君がこの次のターンに続くので、はい、土地もありそうなので、ありますあります、はい、6枚目あるので次出せるということですね。さあ加藤選手ここどうしのぐか。さあコテフェリーを出してマイナス3、もうやっぱり一挙一動から辛さが、はい、伝わってくる、うん、これはまあただここ次のターン、殺戮の暴君が確実にほぼ出てくるんで、はい、まあ、その全体授業があったとしてもちょっとこのターン誘ってるように見えなくもないですね、うん、これだと、中村選手テフェリーを潰してもう一体何かを追加するっていうターンになるので、はい、ここで殺戮の暴君を出してしまうとかかってしまう可能性があるってですね、全体除去にちょっとね、このままだと次のターン絶対削りきれないんで、何かしらは追加しなきゃいけないんで、はい、まあ、暴君を出すか、それとも違うカードで様子を見るか、はい、ただハイドロイド混成体の2枚目があるんで、そうですね、こっちからいきそうじゃん。うーん、難しいですねこのターンは、うん、さあここはハイドロイド混成体 X4、ね、そして2ドローからの44飛行が登場します。まあ、これだとちょっと全体除去以外でも返せはしそうな感じがしますが、一体対処されるとまた似たような状況にはなってしまうので、ちょっとライフは違いますけどね、はい、さあ選手手札にニブミジェットがありそうですが、土地が今5枚で止まってしまっているように見えますね。地図2部2部テフェリーみたいな手札に見えましたが、さあ加藤選手ここしのぎきれるか。さあ2枚目のテフェリー、ここはドローを選択しました。ドローから引いたのは氷河の城塞、土地がアンタップします。中間選手としたらここはさすがにテフェリー落としに行くのかと思いきや、まあ中途半端が一番ぐらいですからね、はい、うん、はい、でそのまま加藤選手回答なしで畳みました、うん、はい、ラブリカの献身環境名人戦準々決勝、まず1本目は中村選手鋭いミッドレンジが勝利いたしました。ここからサイドボードになります。3ターン目でしたね。やっぱ3ターン目のあの、うん、水溝のレインジャーがカウンターできていると一気に加藤選手のペースだったんですけど、はいはい、あそこでクロックが膨れ上がって、クラリオンで死なないようなサイズになってしまったので、はい、のしげめ歩きね、1回探検すると、うん、そうですね、それ3点の圏外が逃れてしまうのがとても強い。特に2回してタフネス5まで行っちゃうと環境の主要な除去である溶岩コイルとか効かなくなっちゃうので、やっぱジェスカイは昔から綺麗に動かれるとちょっとサイズが上がったクリーチャーは対処しづらいと、うん、あと封じ込めってあまり使われてないんですかね。そうですね、やっぱり、あれですね、エンチャントがそもそもビビアンとかに弱かったりもしますし、はいはいはい、またフェニックスみたいなクリーチャーも今はそんなにいないので、あ、普通通常エンチャントであるデメリットの方が、はい、アダントの先兵とかはもうほとんど数がかなり減ってしまったので、はいはいはい、その辺は前と違いますね。サイドボード、加藤選手の方はこのスルタにどういうアプローチをしていく、多分 GP からそんなに大きく変わってないと思うんですけど、はい、クリーチャーがたくさん入ってて、うん、レギオン、ワーボスとかが入ってるんで、クリーチャーをどれぐらい入れるかですね、はい、基本的には2本目はかなり多めに入れてくるとは思うんですけど、先手ということもありますし、はい、軍勢の行き騒や分と、あとライラがそうですね、この辺がっつりフェニックスとかも入れてきそうですけど、ね、はい、うん、サニエンするフェニックスも3枚入ってると、はい、あと3マナ13の放流するなんとか3マナ13 の、青白のやつですね、マルチカラー放流代理人、放流代理人だっけ、ちょっとフルネームが怪しいですよその辺も、はい、まあ、クリーチャー入れるんだったらがっつり入れた方が、どれかが生き残る可能性が上がるので、はい、まあ、スルタイ側としたら相手はコントロールっていうのはちょっと見えてるので、除去を減らしてきそうな
感じはしますけどね。そうですね。まあ、あと、その GP で加藤選手トップに残ったんですけど、やっぱ全部のサイドボードまでくまなく見てるかどうかって、なかなか、難しいので、そのエスパーの正気泥棒とかも、もうもはやみんなが知ってると言っても過言ではないと思うんですけど、やっぱりオリジナルデッキの強みとしては、サイドボードとかの戦略が相手にバレてない。まあ、なので中村選手としてはかなりやりづらいですよね、やっぱり。まあ、ここで、このサイドボードで誤ったアプローチをしてしまうことも考えられる、ね、ということですね。さあ、加藤選手はどれぐらいクリーチャーを入れたのか。うん、中村選手、なんか、変わったカードとかって入ってますかね、今回。サイドボードは、ちょっと打ち消し呪文が一般のリストより多いかなぐらいで、はい、そんなに個性的なカードというのはなさそうですね。軽ベース的な一撃と否認が2枚、うん。合わせて4枚っていうのはかなり多いんで。ああ、なるほど。大体、大体2枚ぐらいですかね。 3だとだいぶ多い印象ですけど、もう4だとかなり多いなと。スルタイカラーがもう結構何でもできちゃう色がっていう。何でもできます。盤面器用貧乏とよく言われますけど、あ、そうです。何でもできるからこそちょっと構成が難しかったりとか、はい、使う人によって強さが本当に変わるっていうようなデッキもありますよね。そうですね。サイドボードとかも含めて結構個性は出そうですけどね、うん、打ち消し量も僕も3枚以上入れるのが結構好きですけど、はい、ドルイドがメイン1枚サイド1枚っていうのもかなり珍しい構成ですし、うん、さあただいまラブニーカの献身環境名人戦準々決勝の模様をお送りしております。準々決勝フィーチャーマッチはジェスカイチズミゼットの加藤健介選手対スルタイミッドレンジの中村幸喜選手の対戦をお送りしております。まずメインは中村幸喜選手が1本選手して、ただいまサイドボード中でございます。うん、スルタイは基本的にもうサイドボードをかなりどのデッキに対してもデッキが強くなると、うん、はいはいはい、サイドボードは本当に何でもできるんで、相手のデッキに対して必要なものをサイドインして不要なものをサイドアウトするんで、デッキが最適化されてサイド後の方がいいデッキだという評価なので、メイン取れるとどのデッキに対しても嬉しいですね。万能なデッキだからこそずっと環境に位置づけるっていう感じですよね、本当に。ただメインボードはちょっとやっぱりその有利不利というか得意不得意がはっきりしてるカードが多いんで、うん、さあマリガンチェック入っています。加藤選手は、うん、テフェリーと青赤 8.8% かなとオプト土地4枚に見えますが、そして始めましたね。お互いキープでまずは蒸気庫をタップイン。花子選手まずは1ターン目デュレス、ここで抜くのは、うん、オプトですかね。うん、いやオプトは弾いて、あの無視していきそうですけど、基本的にはやっぱ 身というか強力なカードから抜くのがセオリーです。自分の手札で対処しきれないカードを抜いていく方がいいです。中村選手の手札だとハイドロイド混成体とビーダンリード、まあ、基本的に一番強いのはテフェリーですけどね。その、はい、はい、抜きました。まあ、そのテフェリーって一応大振りなので、はい、もし手札に打ち消し呪文とかがあるとあえてテフェリーを残して動かせてから自分がビビアンとかを通したりとか、そういった戦略もありますけど、 8.8% は最終的にとてつもない脅威になるん で、はいはい、でなおかつ対処も比較的難しいので、まあ、今だとテフェリーの方が、まあ、直近の脅威ということで。さあ加藤選手オプトから、うん、テフェリーがあるとやっぱり中村選手思い切ったアクションできないですからね、うん、何かして裁かれてテフェリーが出てくるって逆のパターンもあるので、うん、ずっと構えてるわけにもいかないので。さあ中村選手ここは3ターン目までお互い見合っていますね。さあここで出せるカードが今のところ4マナ、まずハイドロイド混成体からですね、うん、X にはワンドロー、そして1点ゲインです。いや、いいカードですよね、本当に、うん、地味に見えるんですけど、うん、使ってる側としては4ターン目これもよくやる。どんなサイズでも出せるっていうのがいいところですね、うん、さあここはまずは溶岩コイルで返します。もうねワンドローした後溶岩コイル打たせただけでもう十分すぎる、まあ、ちょっと中村選手としては今一瞬隙があったというか、まあ、このターンデベリーが来たらこうどうしようかなっていうターンではありましたけど、うん、そういったこともなく、しかもさらにハイドロイド2枚目強いですね。ブラスカの侮辱も打ち消し呪文もしっかりあるんで、はい、さらに出していきます。 X3 好きなサイズで出せてアドバンテージも失わないということで、唱えた時にドローできるっての本当にいいですよね、うん、世界中のミッドレンジおじさん歓喜したと言われて伝説のクラゲと言われている。
まあ、出た直後というか発表された直後は大して評価されてなかったような気はしますけれども、もうすぐにねみんな、そうですね、いや使ってみたら強いやんと。なんといっても気持ちがいい。こんなにカードが引けると。さあちょっと加藤選手は土地ばっかりで苦しい展開ですね。ちょっと耐えの時間という感じですね。あれハイドロイドもう一枚引いてる、3枚目を引いてますね。そうハイドロイドはハイドロイドを呼ぶことで有名なんですけど。さらに出していきます。3枚目、これは苦しいですね。さあ加藤選手頭を変えますが、ここは通ってしまいます。あとまずは唱えた時言うはずですね。これはまあどうしようもないので、今、ハイドロイドがスタックに乗って加藤選手が考えているところです。はい、出ました。さあこれ土地はなさそうですね。ある、森かな。加藤選手ここで、はい、いいですね。全体状況が下手んで一応綺麗に両方流せる格好ではあります。ただ今マナが寝ててちょっと手札が弱いんで8点8波から入る可能性も大いにありますね。さあ3マナ素直に流して、はい、クラリオンで、ちょうど X さんのハイドロイド2体が流されます。これで中村選手また多分盤面にプレッシャーを追加するときにちょっと動くんで、その隙に加藤選手としては8点8波を通して手札を補充したい、はい、さあ繁殖エッケアンタップイン、ここは6マナから、さあ釣り区の暴君コントロール殺し、特にジェスカイはかなり対象が限られている、打ち消されない呪言ということで、まあ、ただ加藤選手ここでちょっとねアウソーブ引いちゃったのが難しいところですけど、打ち消し3点ゲインなので構えるか8点8波打つかって感じですかね。そうですね、まあ、多分何も引かなかったらもうメインで8点8波本体打ってもいいかなというようなターンだったんですけど、さあここメインで打ちました。ヒリンをケアして X4 4枚ドローの4点。さあちょっと暴君に対処はできなさそうなんですけど、うん、一応引いたカード自体強かったですね。はい、痛い7点ダメージ、加藤選手のライフが10になります。中村選手しっかり除去も残してますね。人質取りも手札に見えました。しかもハンデスも入って、ここはアブソーブか地図、いや地図はこうつけると、うん、クラリオン一応あの8点8波引かれた時に合わせ技で6点打てたりもするんで、まあ吸収かどちらかだと思いますけど、このターン多分この、加藤選手が手札だったらビビアンまでつながると思うんで、はいはい、もう出しちゃうと思うんでクラリオン抜いた方が安全に見えますけどね。まあアブソーブは結構もう手遅れ、あじゃあ次セットランドして2部アブソーブか、じゃあアブソーブもありえそうですね。今、加藤選手8マナでセットランドして9マナで2部から吸収で打てるんで、まあ、でもこの手札だったら中村選手吸収はいくらでも返せそうですけどね。結構悩ましい、中村選手にとっては結構爪の段階に入っている、うん、とは思うの で、 そうですね、クラリオン抜いて万が一が起こらないように、はい、8点8波を引かれた時も暴君が死なないようにしてビビアンをここで出しておいて、さあ5マナから、はい5マナからビビアンリード、フラスからもうこれでね2分ミゼットが出てきてもマイナス3で打ち落とすことができるんで、ビビアンリードが呼ぶのは土地か人質取りか、あ翡翠湖のレンジャーありましたね。ビビアンリードから翡翠湖のレンジャー手札に加えます。そしてターン終了、うん、まあ、さっきのターン暴君出してるんでランドはまだ置いてないですね。はい、さあ加藤選手苦しい、学校返せるか、引いたのは蒸気口、どちらも結構トリプル A クラスの脅威ですからね、暴君とビビアンというのもどっちも どうにかしないとゲームが決まってしまうようなカードが出ています。さあ対処がすごい難しいんですよね。この辺はやっぱりエスパーとかだとブラスカの侮辱とか、うん、プレインドーカーも多少触りやすいんですけど、ここはフェニックスと探検の地図、そして3マナあるのでアブソブを構えているという状態ですね。中村選手しかしもう手札がかなり出来上がっている。さあプラスでさらに手札を補充していきます。もう土地探せばいいやぐらいの今人質取りありましたからね、それでもう無視しても土地があればそれでいいと。これで湿ったか、うん、これでちょうど8マナですね。セットランドすると8マナあるんで、
人質取りから、あ、侮辱もいいですね。侮辱、人質取り、プラスカウンター2枚っていう動き方ができるんで。さあ、人質取り、ここは、さすがにアブソーブ打つしかないのか。まあそうです、誘われてる感じはしますけど。まあ、かなり露骨ではありますけど、もうしょうがないです。九州は、あ、でもここもまま通しましたね。九州通ってライフ13。しかし、ここは続けてブラスカの侮辱。フェニックスは追放されてしまいます。まあ、これでかなり盤石です。ということは本当に中村選手は充実してるんで。そして殺戮の僕のパンチで、加藤選手もうリーチがかかった状態になってしまいました。中村選手打ち消し呪文あと2枚と非追考のレンジャーですかね、手札が。でバニービビアンという状態なんで、ニムビゼットが生き残ることもほとんどないですし、やはりスルタイの万能さがここに来て出ていますね。だけどもプレーも本当にさすがですよね。あのクラリオン抜いといたからこうやって思い切って動いても全然不安がないですし、あそこでクラリオンがあると8点8波からちょっと暴君が死んだりして加藤選手に時間をあげる結果になったりもしかねないんですけど、うん、あと一撃暴君の攻撃を受けてしまうと加藤選手これ倒れてしまいます。薬術師の岩式が手札にあったようなので、そこから回答を探していく形ですかね。になりそうですけどね。ちょっともう2部だと仮に何もなかったとしてもチャンプしなきゃいけないですし、ビビアンが睨みを利かせてますし、サツドロー引いたのはオプトと土地、選択で回答あるか。引いたのはクラリオン、ここは握手。さあ田中村選手の猛攻には耐えきれず加藤選手敗れました。もうこれぞ全体の理想のゲームっていう感じでしたね。はい、はい、ラブニカの献身環境明治戦準々決勝勝利したのはスルタイミッドレンジの中村航輝選手でした。もう1ターン目の脅迫から、はい、もう終始、中村選手のペースだったかなと。コントロール側のジェスカイの方もなかなか返すこともできずに、そうですね、ちょっとあの1匹目のハイドロイド混成体を溶岩コイルで返したあたりからちょっと雲行きが、ちょっと加藤選手の手札が弱そうなオーラが出てたんで、それをしっかり生かして中村選手も、はい、そうですね、見逃さずにハイドロイド、ハイドロイド、暴君という3枚連続でハイドロイドからハイドロイド、ハイドロイド呼ぶんじゃん。もうちょっと X が大きい時の話だと思ったX5 とかだともうどん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 繋がって連鎖していくんですけど、はい、X1 でも繋がっちゃうという、これがハイドロイド強いところですね、本当に。いや、そうですね、使われてる側憎らしいと思うんですけど、本当使ってる側気持ちいい。最高。さあというわけで、はい、他の卓はまだ進行中ということですので、こういったんですね、放送休憩させていただいて、はい、またですね、準決勝開始の時に放送再開したいと思います。ここまでですね、実況私大塚渡、そして解説は、津村健二選手をお呼びしておりました。それでは、再開まで今しばらくお待ちください。
さんお待たせいたしました。ラブニカの献身環境名人戦準決勝の模様をこれから放送いたします、うん、はい、はい、というわけで準決勝残った4つのデッキですね、4つとデッキと、プレイヤーの方を紹介していきたいと思います、はい、まずは青タンを使った山崎優希さんと、スルタイミッドレンジ、先ほど勝ちましたスルタイミッドレンジの中村浩輝さんと、ティムールネクサス使用の、三品良太さん、そしてバントネクサス使用の北川博之さんの4人になります。というわけでネクサスが2つ残ってると。そうですね、三品選手はあれですね、今フロンティア神、はい、今現フロンティア神、そうですね、ということでちょっと、こちらのティムールネクサス対バントネクサスも気になったんですが、はい、まあ、先ほど勝利した、中村選手の試合を引き続きお届けしようかなと思います、はい、まあ、青タンとスルタイで結構いい勝負しそうな気がしますけれども、そうですね、メインに関しては青タンが綺麗に回ったら青タンが圧倒的に有利だと思うんですけど、うん、サイドゴードボア、クロールの森内が入ることで大きく相性が改善されるので、はい、メインボードをやはりスルタイにとってはもうどのマッチに対してもメインボード取るとかなり安心して、うん、マッチ全体を通して、進めていけるのでメインは大事ですね、はい。まあ、先ほどもですね、まあ、メイン取ってもう終始スルタイのペースでジスカイコントロールを打ちまかしたという展開だったので、はい、今回もメイン戦で取れれば、そうですね、まあ、そのまま決勝へという感じですかね、はいはい。ネクサスはティムールとバントと色が違うんですけど、はい、まあ、それぞれ特色っていうのはどう違うんでしょうか。ティムールの方がかなり一般的だと思うんですけど、バントの方が最近は少数派で、はい、まあ、昔はあのテフェリーが絶対入ってたんで、うん、もうネクサスイコールバントみたいなイメージでしたけども、はい、8点8波とかが入って別にテフェリーがなくても、まあ、やっぱ荒野の再生ですね、荒野の再生があれば別にテフェリーがなくても、はい、まあ、テフェリーを守らなくていいんで、はいはいはい、荒野の再生はまあ除去とか戦闘から守る必要はないんで、その辺が非常に楽になってティムールが増えたっていう感じですけど、まあ、荒野の再生がもう実質テフェリーみたいな、そうですね、役割を果たしてる、殺されない戦闘で殺されないテフェリーみたいな役割を兼ねているので、はいはいはい、さあというわけでフィーチャーテーブルは、はい、山崎選手の青タン対、中村選手のスルタイミッドレンジをお届けします。さあ盤面今シャッフル中でございます。さあ環境名人戦賞金15万円が入っておりますので、はい、まあ、ここで勝つとその15万円を手にするチャンスがぐっと近づくということで、山崎選手は1位通過ですかね。はい。青タンでずっと先手ってのがいいですね。確かに。先手でね、一番のクリーチャー出して、執着的担保つけて、担保つけてカウンター構えて、もうこれ勝ちムーブということで。2ターン目のエンチャントはね、ちょっと今朝、マーティン・ジュザの放送見てたんですけど、はい、それだけはやめてくれてずっと言ってました。もう朝1から2回連続で青タン2回当たって。はいはい。現スタンダードで最強ムーブと言っても。最強ですね。結構2ターン目までに関して言えばもう、他のカードでは対抗できない、うん、アタン使ってる人もね、それがしたくて使ってるみたいなところもありますよね。エンチャントついた時あの時楽しすぎますから、もう絶対勝っちゃうからすごすぎる。毎ターンドローして毎ターンカウンターして、本当に相手にその主導権全く握らせないのが青タンの強みですよね、うん。まあ、ただエンチャントがない時も当然まあ半分ぐらいか、まあ、それ以上あるので、はい、エンチャントがない時にしっかり勝ちきれるかどうかが青タンを使う上でプレイングが難しいデッキと言われているので、はいはい、カウンターをどこに打つかとか、クリーチャーをいつ出すのかとか、うん、とにかく一つ一つの選択が難しいデッキなので、まあ、かなりリーズナブルなので手は出しやすいんですけど、そのプレイをマスターするのはとても大変っていうのが青タンですよね。まあ、あと少し前はちょっと対策が過剰すぎて、はいはい、ちょっとそういう意味でも辛いデッキだったんですけど、今は比較的少し落ち着いてきたのかなという印象を受けているので、やっぱりミシックチャンピオンシップで優勝したっていうのは結構みんなマークし始めて、すごくアウターを目立ってくるようになって勝てなくなってきたけども、それが最近は緩くなってきたと。多少ですけど、ね、多少やっぱり強いデッキなんでなかなか、うん、さあ、ラブニカの献身環境名人戦準決勝ただいまより開始です。さあマリガンチェック、まず山崎選手はキープのようですね。さあ中間選手はちょっと悩んでいるようでしょうか。どうですかね、お互いキープしたように見えなくもないですが、じゃあチナナの様っていうのか、うん、どうかですかね。先行は、青タンの山崎優希選手になります。さあ先ほど言ったようなムーブができれば青タンはもうかなり、ね、幸せですね幸せ幸せです。ただ一言さあジャッジュナンスが入って準決勝まもなく開始となります。青タン VS スルタイミッドレンジ、さあどのような展開になっていくのか。あ、結構お互いスキルが試される
ような勝負にはなりそうかなと思ってるんですけど、そうですね、スルタイミッドレンジ側もやっぱり除去をいつ打つか、特にインスタントの除去呪文をいつ打つかっていうのはすごく難しいですね、うん、さあ島からターンエンド、中村選手はラノアールのエルフからスタートです。ロケットスタートですね、はい、さあここまず選択でトップを確認します。初心者向けのスタンのデッキは何ですかという答えがありますけど、どうですか、いろんな環境で聞かれるんですけど、はい、今ぐらい強いデッキがたくさんあると本当に好きなデッキを見つけてほしいなと思いますけどね、はい、その強いデッキ結構どのデッキも強いんで、その、はい、ビートダウンが好きとかコントロールが好きとか、うん、コンボが好きとかそういう観点で今は選べるぐらいデッキの種類が豊富なので、はい、できればそういった自分の好きなデッキをまず見つけてほしいなと個人的には思いますね、まあ、好きなデッキだと愛着が湧いて長くも使いやすいですね。そうですね、はい、さあ山崎選手はドロソースを連打しますが、まだクロックが出てない状態ですね。2ターン目までちょっとクロック出てないと僕的にアワタンは結構きついかなと思うんですけど、いや、ここからです、まあ、この展開だとおおむね陣があるだろうと、はい、お、さあ小中村選手はマンホークの枝渡りで土地を手にします。そしてタップインで終了、それ3ターン目陣の可能性がありますか。お、しかしここもまずはプテラマンダー、またね、2マナ立ってるとなんかカウンター持ってるんじゃないかっていう気がすごいしますよね。そうです、いろんなカウンターが入ってますからね、クリーチャーだけしか消せないものや逆に呪文しか消せないものだったり、うん、まあ、あとは陣を出す、はい、に際して1マナ起こしとくと潜水とか呪文貫きが構えられるので、うん、まあ、陣を出すとしても次のターンなのかなと、はい、さあ中村選手4マナからの先ほども大活躍のハイドロイド混成体、うん、さあワンドローでカウンター2個乗ります。クラゲハイドラビースト、うん、すごいですね、こんなクリーチャータイプいたんだってさすがラブニカ、なんでもありみたいなね。さあ、まあ、中村選手としてはこうやってプレッシャーをかけて、うん、山崎選手が、ちょっと大振りのアクションをするしかないような状態に追い込んで、それで返しでこっちも大型のアクションで返すっていう動きができれば理想ですね。アワタンがカウンター構えられない状態で動くということですね。そうですね、もう現状山崎選手ちょっと動かないとしんどいような場面にはなってきているので、うん、手札は排斥する魔導士か陣か、陣と潜水は見えますけど、サンマラの打ち消し呪文、はい、名前が難しい打ち消し呪文もありますが、魔術師のハンバック、ハンバック、ハンバックちょっと4マナ目がないんですかね。さあこうカウンター構えて山崎選手にとってはちょっと耐えの時間、まあ、中村選手もただこういったターンに仕掛けるかどうかっていうのはとても難しいですね、はい、手札充実してたらちょっとずつ打ち消し呪文使わせていってもいいんですけど、呪文が少ないんだったらエンドしてもいいですし、さあここはハイドロイドとマホークの枝ざりでクロックを刻んでいきます。そして続けてのしきみ歩き、いいですね、これだと2アクション取れそうなんで、はい、のしきみ歩きに対しては、カウンターで対処します。ただ土地置いてからの3マナ、翡翠君オレンジャー、さらにクロックを追加します。あ、いいですね、もうこうやってこまめに動いていくことで山崎選手の手数が追いつかないようなゲーム展開、うん、今のももうのしゲームあるけどもほとんどおとりといっても過言ではなかったので、どっちかというとこっちの方が通したかったように、そうですね、片方だけ取るんだったら、はい、まあ、両方取るのはもちろんいいんですけど、翡翠君オレンジャーの方が、お、ここはフテラマンダーにエンチャントがついてアタックしていきます。ただここまで盤面を作られた後だとちょっと物足りないですよね、うん、もうかなり返すのが難しい盤面になっているので、あとはね、除去がないところがやはりこう辛いですよね、その相手に展開されきってしまうと盤面で大きく遅れを取ってしまうとちょっとそれを跳ね返しづらいデッキがあるので、うん、できればこまめに1対1を繰り返していきたいところなんですが、ちょっと盤面がもう広がりすぎてますね。さあ中村選手の場には6マナ揃っていて、パワーも高いクリーチャーが3体、小山のところは中村選手はかなり優勢というような状態でしょうか。そうですね、さあここも嫌ですね、さっき見えたのと違うカードですからね、はい、送信、はい、もう 100% ぐらい、はい、もうマナはもう結構、ね、十分ではあるので、ここは3体アタックですね、はい、うん、2点2点4点、
混成体は残してもいいかなと思いましたけどね。クロックあんまり変わらないんで、はいはいはい、プテラマンドをブロックできるんだったらした方が。さあここで攻撃クリアして、前にマーフォークペテンして、水光レンジャーをタップします。うん、まあ、これだとなおさら4点と2点、そこまで大事に行くか、うん、まあ、だとしたらもう除去まで打つかもしれないですね。まあ、相手フルタップなのでプテラマンドやるには今がチャンス。そうです、次のトップが、キャストダウン送信なんで、はい、除去を打つのもありえそうなターンですが、はい、打ちましたね。します、はい、ブラスカの侮辱で、さあ執着的担保がついたプテラマンドはやられてしまいます。この展開山崎選手にとってはかなり厳しい。ここ土地があるとよかったんですけど、ね、これ土地がないともうトップに、送信が見えてるんで、ちょっとフルタップで動くとジンがそのまま打ち取られてしまうので動きづらい。ワンフォークの川森を出すがかなり厳しい。さあアタック続けていきます。もうラノアールネルフまで殴ってきましたね。もうマーフォークは警戒しなくてもいいですよと、うんうん、まあ、そもそももうこれぐらい盤面で押していると攻撃クリア指定前にマーフォークのペテンシャル出さざるを得ないんで、うんうん、この先生かなり苦し紛れのように見えてしまいますね。ここまで来ると中村選手はまあ放置しそうですが、やられてもいいよという感じますね。先生1枚使わせるならラノアールのエルフは死んでしまってもいいと。さあここで8点入りまして、ハイライフは4。とにかく青タンが使いたいタイミングで呪文を使わせないというのが一番大事なんですよね、うん、お強い。そしてハイドラ、ハイドロイド混成体トップにめくれました。さあ山崎選手ここを変えせず、まずメインは中村選手が勝利となりました。ラプニカの献身環境名人戦準決勝、まず1本目はスルタイミッドレンジの中村浩輝選手が勝利いたしました。いい流れですね、はい、もう終始、もう主導権を先ほどと同じように握って、ちょっと山崎選手が、土地が引けなかったこともあり、うん、結構アウタンって軽いカードが多いんですけど、マナは必要っていう、そうですね、ところもありますよね。マナが少ないとさっきみたいに1、2って一旦に動かれると2個目に対処できなかったりもするので、うん、さあサイドボードする体は結構人によって違うんですよね。これが面白いんですけど、はい、中村選手の場合はやはり先ほども言っていたように、そうですね、クロールの森内は絶対入るんですけど、はい、抜くカードが結構人によって、まあ、重いところは基本的にみんな減らすんですけど、はい、暴君を残す人がいたり、はいはい、あとはのしげみ歩きですか、のしげみ歩きを抜く人がいたりと、結構抜くっていう人の方が多いようには、うん、思うんですけど、結構のしげまるきってなんかライフレースでかなり有利になれるようなカードだと思うんですけど、はい、なんか抜くにはなんか理由が、まあ、まずあの、はい、探検クリーチャー通らなかった時にただの1-3でしかない、はいはい、で打ち消し呪文以外でもあのマーホークのペテン氏が探検クリーチャーにスタックで出てくると能力がなくなっちゃうんで、はいはいはい、のしげまるきただの1-3のまま成長もせず原因もできずっていう状態になるんで、はい、僕は結構先手後手で変えた方がいいかなと思ってるんですけど、先手は相手が探検クリーチャーを消すのはかなり難しいんで、うん、まあ、先手はありかなって、後手は抜いた方がいいと思うんですけど、まあ、単体ではちょっと何もしないクリーチャーではあるということで、そうですね、はい、その後の探検クリーチャーが通る必要があるので、ちょっとこのマッチアップでは弱いんじゃないかと、うん、まあ、あとは殺戮の暴君も僕らのチームはサイドを入れるんですけど、サイドインするっていうプランを取ってたんですけど、はい、それを後ろから見てたデンマークの強豪プレイヤーに、はい、お前正気かってマジでって、青谷に暴君入れてんの、真っ先に抜くけどってめっちゃ言われたっていう、6マナ出ないよみたいな、いやもうその頃ゲーム決まってるからみたいな、すげえ言われてショックでしたね。アスルタイっていうのは色の組み合わせですね。青黒緑の組み合わせをスルタイと呼びます。エスパーが、青白黒とか、うん、そういうのが昔2008年ぐらいにあって、それが未だに続いているという小記事ですアスルタイプはタルキールのハオタンなので、2014年、スルタイってそんな最近でしたっけそうですね、あそうか、エスパーはあれか、エスパーが有効色的なやつは昔2008年で、そうアラーの断片っていうエキスパンションがありまして、はい、そこでの、呼ばれた、失礼しました、スルタイは最近らしいです2010 もう お時間が昨日たまたまそういう話になったんですけど、僕今年でマジック始めて22年目になるっていう、すごい、22年前って何ですかね、エキスパンションっていうと分かんないですね何だったかな、
エクソダスとか90? 知らないと思いますけど、エクソダステキサ生存とか、そうですね、デクの聖騎士とか、不毛の大地が出た頃ぐらい、その次の世代、ああすごい、23年前ねもうマジックもね26年目か今年で、すごい長く続いてるゲームですけど、そうですね、まあ本物のおじになるとドロマー、ドロマーからクローシスからでもう本間本のおじですインベージョン、インベージョンインベージョンいつか分かんないですけど2000年ぐらいだと思います多分。というわけで結構ね、まあ、いろんなマジックの専門用語みたいな、そうですねありますけれどね、はい、基本的にテラーとかタツヨシって言われて、そういうのも多分ググったら出てくると思うんで、はい、そういうマジック用語、おじ用語調べても面白いかもしれないですタツヨシってタツヨシって3に速攻、そうですね、本来は4マナ3に速攻なんですけど、僕はもう速攻ついてたら何でもタツヨシって呼ぶようになりましたヘイストがあったらみんなタツヨシって、ね、ドラフトとかで結構同じような能力のカードが何回も再録されたりとかするの で、 そ、 で、ね、それでなんかそういった通称みたいなのが4-3にヘイストは大体もう達吉と相場は決まってますね。22歳ってもう津村さんがマジック始めた頃に生まれたみたいな、確かに方もいらっしゃるという、そういうこともいらっしゃるかもしれないさあというわけで、ただいまですね、ラブニカの献身環境名人戦準決勝急に最近の話題になったラブニカの献身でキーワードでハッとする、はい、第2ゲーム目開始になります。さあ1本目はスリータイミッドレンジの中村浩輝選手が選手しております。中村さんのしげみ残してますね、はい、この辺本当ね個性が出るんですよね、しかもかなりまとめて引いてる感じがしましたね、今のしげみのしげみは見えましたね、はい、脅迫もあったように見えましたが、3枚ぐらい持ってませんか、おのしげみ3兄弟、のしげみ3兄弟と人質取りと脅迫、3兄弟けど本当に困るんですよ、そんなそんなにいらない1枚単金にしてくれっていう頼むさあ山崎選手はまず1ターン目、先ほどと同じようにターンエンド、中村選手は1ターン目から脅迫、さあ手札公開されます、カウンター2枚と、クリーチャーカウンター、あ、クリーチャーのカウンターと、魔術師の反爆が2枚と、選択する対は穴カラーとか言うとも年齢バレますね穴カラーって言われても気づかない人が大半じゃないかな、わからないシータカラーがティムールで穴カラーがする対っていう、わからなすぎてもう本物のおじとこう脅迫は何に抜きますか、まあ、打ち消しのいずれか落としそうですけど、なんか2マナで打てそうな、そうですね、一番軽いやつ落としておいて、まあ、何も引かれなかったらのしげみとりあえず1体を通しておいて、まあ、ただ本当にのしげみを連打しちゃうともう探検に絞られちゃいますからね、うん、打ち消しの的を、なのでその辺はちょっとここオプト、オプトを抜いた、まあ、クリーチャー引かれたくないっていう感じですかね、なんか、いやどっちかっていうとあれかもしれないです、もうのしげみを消させたい、あ消してくれと、のしげみを消してそう、これのしげみ連打して全部乗っかってくれると、はい、中村選手としては探検がないんで非常に嬉しい、はい、こう消すでしょうね、はい、これいい流れです、はい、だからもう中村選手じゃ毎ターンこうしたいほしい、うん、おいいここで津村さんの言う通りの展開になりかけています、おなしげみカウンター、これはいいですよもう本当に探検クリーチャーがない中村選手としては今無駄にカウンターを使わせたぐらいの、はい、もっと本命に通したいカードにカウンター使わせずにここでのしげみ使ってもらうと、次ののしげみとかも結構難しいですけどね、ここまで来ると、で中村選手脅迫もまた引いてるんで、あうまいですね、先にのしげみ出して、脅迫は本命の前に取っておきたい、そうそうですね、だからのしげみは全然本命じゃないっていうのはこのプレーからも伝わってきますね、さあ3枚カウンター吐き出しました、こののしげみ歩きに対して、さあここからが勝負というところ、いやでもここまではかなり中村選手のペースですね、おすでに潜水とカウンター、ここは打ち消し抜いてもそうです、まあ、で潜水でもいいですね、あの構えるマナが単純に軽いん で、うん、で手札が人質取りと軸なんで、まあ、2アクション取った時に、うん、カウンター落とした方がいい、まあ、このターン、はい、山崎選手が何か強いクリーチャーを引かない限りはエンド前に送信から人質取りで大体取れそうなので、ここ陣出したら強かったんですが、ここターンエンド、さあ中村選手は結構、あいいですね、いいペース、クロールの森打ち、さあも
ってますね。山崎です。まあ、でもこれは、はい。ただ、ここでどうにか攻撃に移っていきたいところですが、何も引かず。基本的に1対1交換繰り返していけば、スルタイの方が1枚ずつのカードは強いので、はいはい、まあ、いずれハイドロイドとかも、ありますし。さあ、プテラマンダー。これ5、5になれ。そうですね、すぐなれそうですね。が、少し打っちゃいますが、まあ、さあ、ここまでは折り込み済みなので、うん、さあ、この次の本命が通るか。人質取りが手札にあったように見えたので、ますかね。さあ、ただちょっと悩んでるってことは別の選択肢を引きましたね。送信ですかね。さあ、人質取り。ここカウンターできるカードはない。が、潜水で、なんとか人質取りの魔の手から逃れたと。これ取られるとね、中村選手も順応できますからね。はい、お、さあ、うん。中村選手、プテラマンダー、5-5に育ち。さあ、ここから攻撃に移っていきます。ただ中村選手も送信があるので、まあ、次のアップキープですかね。はい。半終了。ここは、ドローさせました。うん、私もアタックで。打たない。もう一枚何か引くまで我慢か。送信じゃない可能性もあります。ああ見間違えてる可能性も。なるほど。あ、デュレス？ちょっと。一瞬、脅迫のように見えましたが、脅迫でしたかね。はい。失礼しました。送信ではなくて脅迫。あたりじゃないと。ここでペテン師。さあ、ここで一人一人アタックしていくんですけども、プテラマンダが一瞬にして、巨大化して、ダメージレースが逆転されましたね。おっと。少し送信をトップに戻します。ギリギリ間に合うか。まあ、コプテラマンダーアタックして、ライフが3。山崎選手としては、この送信をどうにか対処できるカードを引きたい。プテラマンダー守りきれるかというところ。まあ、ただもう、結構少ないとは思いますね。はい。ここで5点で、残りライフは3。いや、まだ引いたカードは分かんないですね。そっちは持ってたやつ置いただけなんで。あ、そうですか。あ、今手札が2枚あったんですね。そうですね。1枚が、マーホークのペテンシで1枚が島だったので。うん、さあ、何を引いたか。ただ中村選手としてはもう打つしかない。あ、そうですね。中村選手選択肢がないんですけど。さあ、ここは、レンジャーと、ペテンシも見えてますからね。アタック悩んでいます。ここはアタックせずターン終了、そしてアップキープに送信。ここは通りました。さあ、まだわからない。あー、しかし強い。ここでブロックされないか。マーホークの川盛り出てきました。残りライフは3。さあ、しかし5マナということはビビアンリード。さあ、ここから何か対処手段を引きたい。もうハイドロイドが一番いいですね。4枚から人質取りとハイドロイドが見えたか。いや、人質はありますよね。人質取りがハイドロイドもあったように見えました。ありますね。ハイドロイドか人質か、はい、うん、難しいですね。アンブロッカブルの川盛りさえどければという判断だったら人質を取って、はい、まあ、ライフとアドバンテージをもらうか。まあ、単純にライブラリーに残ってる枚数的に、ビビアンをプラスで探しに行けるのはハイドロイドの方が可能性が高いんで。はい。さあ、ここはハイドロイド混成体を選択しました。丸いですね。丸い選択ですね。はい。まあ、ハイドロイド混成体から新たなね、対処手段も引ける可能性もありますし。まあ、単純にライフ回復は絶対できますからね。うん、もうこの黒クが1点しかない状態なら。さあ、1体タップ。さあ、しかしここ。ここペテンシもう1体引くと、実はちょうど3点ですが、ここはマーフォークの顔盛りで中村選手残りライフは2。そして何かまだ持っているか。ハトヒンバ、これもしかし、ま、ちょっと人質取りが緑のクリーチャーでしたか。そうですね、緑のクリーチャーにはブロックされない、はい。これも名前が難しいんですよね。ハトーヒンバ。とても読めない。さあ、ここ、ビビアンリード。もう土地でも持ってくるのは、ハイドロイド2枚目。さあ、ここはまあフルパワーで出すでしょう。
X が現状だと5。土地を引いているかどうかですが、引いてなさそう。さあ、7マナで満を持してのハイドロイド混成対 X5。さあ、ライフは4になって、2ドロー。さあ、まだわからない。まだわからない状態になってきました。まあでもハイドロイド2枚目もあるんで、だいぶ中村選手がリードしてますね。このターン何か引きたい。ペテンシ引くと実は人質取りを寝かせて波頭牝馬が通って勝利できる。一マナでここは終着点担保。2点取ってロコイライフは2。さあどうなる。まだわからないぞこのゲーム。まだペテンシで逆転のパターンあるんじゃないですかね、はい、ライフ2しかないんで中村選手このターン原因にハイドロイドに全てのマナを費やしたとしても3点ぐらいしか回復できないんで波頭牝馬人質取り寝かすチャンスが、はい、中村選手としてはライフ削りに行くパターンもあるんでしょうかね。あ、ここで終着的テンポをビビアンリードで破壊していきます。もうアドバンテージはハイドロイドが供給してくれるので、はい、それよりも山崎選手の展開を阻害する。さあ空から5点クロック、山崎選手ライフ11。さらに2体目のハイドロイド混成対 X、 今度は6です。2つ合わせてちょうど11点あるのでこのターンで山崎選手が何かを引かないと次のターンでも削り切れてしまう、はい、3点減して残りライフ5。そうですね、ただ緑のクリーチャーばっかりなのでペテンシを引くと波頭牝馬チャンスがちょうど5点ですね。引けるか。人質取りをタップして波頭牝馬がブロックされないんでアンブロッカブルと合わせて5点までいけますが、はい、さあこのドローは終着的担保、これだとどうなるか。まだこのドローでまだチャンスはあります。お、セーレーンの嵐爪、これでブロッカーが3体。いや、だが足りないか。このままだと死んでいる。フルパンで隙間から取っていってしまう。ビビアンで1体どけることもできるのでこのままだとかなりトランプルしてますね。ダメージは宮崎選手も手札1枚あるとはいえペテンシクラスがないとちょっとこのアタックは防ぎきれなさそうですね。さあ中村選手も冷静にここでゲームを決められるか計算しています。まあ、一応アタックが通れば、通りさえすればほぼ無理だと思いますけどね。まあ、ビビアンでまず、精霊の嵐沈めを撃ち落としてそれだけでも空から11点確定してるんで、相手の手札が分からないですからここは慎重に、まあ、一番安全に見えるのはビビアンで撃ち落として何もレスポンスがなかったら空から11点殴るだけってのが一番安全そうですけどね。さあここ王手をかけている中村選手、どのような選択をしていくのか。マイナスするか。マイナスで精霊ならし爪を打ち落とします。これで空から11点が一番アタックは取った。アフリカの変身環境名人戦準決勝、勝利したのはスルタイミッドレンジ中村幸喜選手です。決勝進出です。いやー、なかなか熱い戦いでした今のは。2本目けどやっぱプレーお上手ですよね、うん、そののしげみ歩きをひたすらおとりにして、うん、打ち消し部分を全部使わせて脅迫その後に打ちましたからね、はい、2枚目の脅迫はあの辺がやはり、その後の後続を通すということで、はい、青田側としてちょっとその辺が難しいですよね、まあ、あれをおとりかどうかは分からないんですけども、うん、単純に探検に絞るっていうプランを選んでるとのしげみ3体取っちゃったと思うんですけど、うん、まあ、それをと、無視してゲームをすることはできたのでその辺のプランニングはやっぱ難しいですね。はい、それでかなり中村選手のうまさが出た。いや、そうですね、ゲームでしたね。はい、脅迫はやっぱ打たないというのがね、さすがですよね、はい、やっぱ半ですね、打つタイミングがすごい難しいカードで、そう難しいんですよ。特に青タンに対してはもう相手のクリーチャーを打ち落とすず直前であったり、うん、まあ、本当にゲームが決まるようなビビアンの直前であったりそういうタイミングで打ちたいんですけど、はい、結構ね何も考えず打っちゃう時も
そうですね、あれですよ。それだと良くないということで。まあ、モダンとかでもそうなんですけど、はい、トップデッキした除去、手札界をすぐ打つんじゃなくて、クリーチャーを引いてから打つと相手の除去を落とせたりとか、すぐ打つと相手も何も引いてなかったりするんで、トップデッキ合戦になった時の手札破壊も大事に使えば、ちゃんと、効果を発揮してくれるんですけど、何も考えずに打ってしまうと、あ、ないっていうのがよくある。それかなり勉強になるゲームでしたね、本当に。はい。さあ、決勝進出は、スルタイミッドレンジの中村浩輝選手が、まず一足先に決めたということですが、もう一個、ね。もう一個ね、ネクサス対決。そう、まあ、キムールネクサス対バントネクサスという、放送時間が若干心配になる、はい、顔合わせですが、はい。まだゲーム中のようですので、はい。またですね、結果決まり次第、決勝になっていましたら、また放送再開したいと思います。ここまでですね、実況私、大塚渡、そして解説、津村健二選手でお送りいたしました。それではですね、放送再開まで、今しばらくお待ちください。
はい、皆さん大変長らくお待たせいたしました。ラブニカの献身環境名人戦決勝戦の模様を、お送りいたします。決勝戦ですね、スルタイミッドレンジの中村浩希選手対バントネクサスの、北川博之選手の対戦となります。はい、というわけでティムール対バントは、はいはい、バントネクサスに軍配が上がったと、はい、ということですが、はい、まあ、メインに関してはやはり、ネクサスの方が圧倒的に有利かなと思うんですけど、はい、まあ、スルタイとしてはサイドボード後にしっかりクロックをかけながら妨害していって、うん、サイドボード後のゲームに期待といたところですかね。はい、結構いろんな色がありますが、バントの特色としてはやはりテレビですかね。やはりですね、結構メインから秋の騎士といった結構丸いというか、そうですね、これはかなり珍しいですね、はい、万能なカードが入っていますね。まあ、時には公演の再生が割れたりするかもしれないのと、はい、うん、あと赤タンとかの、実験の狂乱が壊せたり、まあ、あとはサイドゴー最近燃えがらずとかよく出てくるんで、はいはいはい、それをこういう汎用性が高いカードで対策できるのはすごくいいですね。秋の騎士で対処してから公演の再生出して運命の絆へと、はいはい、つなげるという感じで、はい、また新しいネクサスが出てきましたが、さあ決勝戦ですね。さあついに始まりそうですが、さあ今盤面の方どうでしょうか。あんまり目立ってないんですけど、はい、スルタイとかも実はいるのはいるんで、あ、ネクサスが本当にもう、はい、いろんなバージョンがあるんですよね。さあラブニカの献身環境名人戦決勝はバントネクサスの北川博之選手対スルタイミッドレンジの中村浩希選手の対戦になります。こちらは中村さんの方が順位が上ですかね。中村選手5位抜けなので、そうですね、北川選手が6位抜け、はい、中村選手が5位抜けなので中村選手の先手で、はい、おそらく始まると思います。まあ、ネクサス相手に先手取れるのは結構いいんじゃないですか。まあただメインはどこまで行ってもちょっとバントネクサス側が綺麗に回ってしまうと、ちょっとそれを上回って勝利するのは難しいので、はい、バントネクサス側がどれぐらい綺麗に動けるかですね。まあ、ネクサスもね、赤ターンにも間に合うぐらいの速さで決めることもできるので、最速本当5、6ターン目から無限ターンに突入することもあるデッキなので、はい、やはりラブニカの献身で加入した成長の螺旋と荒野の再生、はい、この2枚がやはりこのネクサスデッキをですね、トップメーターに押し上げたと言ってもいいんじゃないですかね。インスタントで探検できるの本当に強いですよね。本当に必殺の展開ですからね、うん、2ターン目3ターン目って決まると大体もうメインボードはそれだけで勝つことができるので、うん、さあ入念にシャッフルして決勝戦第1ゲームに備えます。ニガバナスリーブめっちゃ綺麗ですね。お、これはエンスカイドニガバナスリーブ、結構ねエンスカイさんはいろんなカードの絵柄のスリーブ出してるので、はいね、結構サリアとかも結構人気だったりとか、はい、しますので、ニガバナだけどかなり人気なんじゃないですか、うん、これこの美しさはカードとしても強いし、もうイラストも綺麗と、そうですね、文句のない、はい、人気の高いカードですね。あと結構エムラクールだったりとか、はい、あのアイコニックマスターズ版の地平線の小勢とかは結構、まあ、僕店長やってた時にはよく売れてたなという印象です。はい、詳しいです店員さんっぽい、はい、いや結構意外と地味なスイーブ入れたりとかするので、僕の友達、ね、そういう地味なやつをあえて選んでる人います結構スリーブで例えば 赤のマナシンボルのスリーブを使ったり白タンとか、そうそれスリーブで騙そうとしてくれるネクサスでしたさあマリガンチェック、北川選手は一度マリガンで、中村選手はキープのようですね。中村選手エルフからの茂みみたいな展開ができそうな書店には見えましたので、うん、やはり探検クリーチャーがあるかどうかでクロックが全然違うので、探検土地を伸ばしたり、まあ、クロックを早めたりと結構どちらも選べるので、相手のデッキに合わせて、まあ、でも本当にコントローラー、コントローラーコンボデッキ相手にはもうとにかくクロックを上げたいですね。まあ、このバントネクサス相手にはプラスカウンター乗せたいと、ね、まあ、なので送信のように使い道がない呪文でもたまに上に置いてクロックを上げたりとか、そういったこともありえますね。さあ北川選手6枚の手札、テフェリーが見えますね。がここはダブマリ、テフェリーが大量にいましたね。テフェリーテフェリーテフェリーだったかもしれない北
北川選手、セヘリーは3枚採用されてますね。4枚だとさすがに多すぎって感じですかね。どうですかね。そもそ もうテフェリーがなくても回るっていうのは他の色のカラーリングを証明してるんで、うん、はい、まあ、3でもちょっと多いのかなっていう気はしますけどね、うん、2ぐらいがいいのかなという気もしなくもないですけど、まあ、今夜の再生が4枚入っててさらにテフェリーが3枚ということで、さあ5枚手札確認して、さあここは5枚キープか。さあ戦術はトップにおいて、さあジャッジのアナウンスで決勝戦まもなく開始となります。バントネクサス仕様の北川博之選手対スルタイミッドレンジ仕様の中村幸輝選手、さあどちらが環境名人となるのか、もう一番の勝負となります。さあ今、メディア班による写真撮影が行われてますね。さあ、まもなくジャッジのアナウンスで開始すると思います。さあただいまジャッジのアナウンスが入って決勝開始いたします。はい、中村選手返しました。めちゃくちゃいい初手っぽいですね。エルフの茂み探検までありそうな。はい、まずはアンタップインからラノワールドエルフ、メインはネクサス有利か、有利です、ね、まあ、ただダブルマリガンなんで、はい、北川選手がどれだけ綺麗に展開できるか。中村選手はもう初手は極上に近いので、お、そしてビビアンリード引きましたね。さあまずはラノアールのエルフでアタックしてからののしげみ歩き。さあ北川選手はライフ20削り切られる前に無限ターンを決めたいところです。ただ中村選手本当にロケットスタート早いですよ。ここからが水溝のレンジャーもありそうですね。そこアンタップインしてレンジャー、さあ探検はどうか。あ、ここ北川選手は何か対処が、お、中落、まあ、しかしこれはエルフで払って、うん、ここ中落を打つ意味って何か、うん、いや特になかったと思うんで、ラノアル失念してしまったか。はい、さあラノアルは上に乗っけたんですかね。上に乗っけてプラスカウンターが2個乗ってのしげみ3点パンチ。盤面にはすでにこれは8点クロック、今7ですか。あ、なんだか、偏差値4567、あ、エルフ回して8点か。はい、さあこのロケットスタートに対して北川選手はちょっと考えているように見えますね。このままだとビビアンも考えられますからね。はい、もう次のターンビビアンリードいけちゃうので、ま、ればさあ北川選手としては一回ちょっと盤面を整理したいところですが、まあ、ただ全体状況はちょっと5マナまでいかないとないので、はい、浄化の輝きですね。そうですね、マナ加速をしてそれかまあ後続の探検とかビビアンリードをしの、さばいて時間を稼ぎたいところですが、北川さんのデッキには根の罠のようなホグ系のカードがないんですよね。入ってないですよね。なのでちょっと盤面のクリーチャーが生きている限りはそのままダメージが通り続ける形なので、さあもうこのままいけば2ターンで削り切れるところですが、ただお互い対戦相手のリストは知らないので、はい、まあ、そのフォグがないっていう情報もおそらく中村選手はそこまでは知っていないと思うので、うん、さあここマンホークの枝あたりは吸収でカウンターします。さあライフを得つつカウンターして、さあここ8点。さあ今エルフが追加されたんで次のターンこれでも削り切れますかね、はい、17から8点入って残りが9、すでにラストターン早い。
田川選手としては何か助教したり何かジャンプブロックできるようなクリーチャーを出したいところですが、一応ハイドロイドが痛くない土地から出れば次のターンは耐えられそうですが、まあ、厳しい展開には変わりないと。そうですね、もうどのみち5ターン目に全体時間を打てないと。お、さあここ中村選手プラス1カウンターを2個乗せた秋の騎士、これが次のターンはなんとか耐えられそうなので、助教がないよ、助教はなかったかな中村選手の方には。ビビアンと土地ですかね。ここは 4-3 なので、まあ、素直に行くならビビアンを出して探検クリーチャーを探して、うん、探検が見つかったらそのまま出してアタックになりそうですが、もう全部行きました。ここはアタックしていきます。さらにライフを削っていく、まあ、返してビビアンが撃ち落とされることもないんで、うん、ここは翡翠光のレインジャーと秋の騎士が相打ち、5点、残りライフは4になります。そして盤面にはビビアンリード追加、探検クリーチャー探していくでしょう。いやもうここまで来たらハイドロイド混成体の方がいいですね。派手なカードの方がいいです。ここはマンホークの枝当たり、北川選手ここは、うん、次の全体状況間に合うか、全体状況打ったとしてもちょっとビビアンリードが残ってしまうので、うん、ここは畳みましたね。はい、さあラブカの献身環境名人戦決勝戦はまず1本鶴対ミッドレンジの中村浩輝選手が勝利いたしました。中村選手メイン全勝、強いですね。さすがですね、メインを取る鶴対は最強に近いんじゃないかと。もうこの、ね、決勝ラウンドで一番乗りに乗っている。そうですね、さあここからさらに打ち消し呪文と脅迫と打ち壊すブロントドンあたりが入ってきますが、うん、ちゃんとアーティファクトを壊せるクリーチャーですね。さあ番頭ネクサスの方はスルタイミッドレンジに対してどのようなアプローチをかけていくんでしょうかね。最近もうネクサスのサイドボードといえばあのスライムがおなじみなんですけど、北川選手は生態戦、はい、そうですね、なんでを取ってないということで、ライラとか天使系のクリーチャーが多いですね、うん、まだ天使系のクリーチャーちょっとビビアンリードに弱いという弱点があるので、うん、成長室の守護者あたりですかね、この辺は入れてきそうですけど、先手のところでちょっと評価が変わりそうですけどね、うん、はい、北川選手のサイドボード、11枚クリーチャー、まあ、そうですね、もうこういう風になっちゃいますよね、うん、メインはクリーチャーが入ってないんでサイドからクリーチャーを入れて、うん、相手が除去を抜いてた場合にはもう1体で制圧できるようなクリーチャーでそのままゲームを掌握するという、はい、まあ、なので、ね、するタイミッドレンジ側も除去をどれぐらい残すかは難しいんですが、結構厄介なクリーチャーが多そうな当然サイドから入れてくるぐらいなんで、もう本当に1体で残ったらそのまま勝てるぐらいのクリーチャーしか基本的には入ってこないんで、黎明をもたらすものライラ、恩寵の天使、あとシャライ交流代理人も結構相手のクロックを止めるのに、そうですね、まあ、あと除去抜いてたら単純に無駄のないクリーチャーなので、はい、ただちょっと飛行のクリーチャーはやっぱりビビアンに弱いという弱点がどうしても、はい、まあ、ここまで勝ち上がってくる北川選手ならあまり入れてこないかもしれないですね。そうなると、さあただいまラブニカの献身環境名人戦決勝戦の模様をお送りしております。決勝戦はバントネクサスの北川博之選手対スルタイミッドレンジの中村浩輝選手の対戦になります。まずはメイン戦、中村選手が一本選手となっております。さあサイドボード結構がっつり状況が抜いてる感じですね。となると逆に北川選手のサイドボード戦略がはまるかもしれないと。いやーちょっと難しいですね、成長室の守護者以外は本当にビビアンリードでちょっとちょうどよく落とされちゃうやつが多いんで、先手の守護者だけどかなり強そうですからね、そのまま押し切れそうなイメージがありますが、ちょっと5点になるとわからないですね、まあ、このカードもかなりもう先体の高そうですね、先体の高と違って単体が強いという、先体の高はまあ単体だといちいち飛行って可愛かったんですけど、うん、これはねもう 4-4 になってさらに仲間を呼ぶと。じゃあこれ順応じゃなくてもいいってとこがいいですよね。そうですね、いろんなカードとシナジーするので、はい、ハダーナの登場だったり、野生の立動の暴動でカウンターが乗って、ね、もう自動で呼んでくるみたいな。カウンターが乗れば何でもいいという、はい、令和の先端高
平成最後の平成最後の昨日までその新しいやつ知らなかったあれこれもしかして決まってる今日昨日言語を知った新しいもしかして決まっているのではと思って令和ね結構かっこいい言語ですけど、まあ、今後はね令和のタルモゴイフとか絶対言い慣れない平成が良かったな平成のタルモゴイフって言ったらいや今平成だからタルモゴイフ出たも平成だからみたいなそういうツッコミが良かったのに令和のタルモゴイフって言ったら誰も突っ込めないそうですねそうですねさあ北川選手がどれぐらいクリーチャーを入れてるか、はい中村選手が除去をたくさん抜いているようなそうですねほとんど抜いてたと思います除去らしい除去は、うん、ここでうまく展開できないとちょっとそういったクリーチャーに対してはなかなか苦戦を強いられるというところでしょうかさあ7枚2ゲーム目のマリガンチェックです中村選手は黒マナがないか？さあ、お互いキープで、あ、黒マナありましたね、すいません。お互いタップインを処理してから2ターン目。バントセネクサス2マナ立てたらもうなんか成長の螺旋ありそうな。アリーナだと大体ありますね。アリーナだと。アリーナ。彼らね、ちょっと螺旋引きすぎちゃうかと。いつも打ってくるから。さあ、中川選手はマーフォークの枝当たり。トップは土地だったのでカウンター乗りません。北川選手もドローゴーを続けています。北川選手、今回から土地もしっかりあって、全体時間もあるので。はい、なんか盤石そうな手札と言えますね。さあ中村選手も、追加の探検クリーチャー出していきますおクロールの森市こいつはね、はい、本当にただクロックが高くて、うん、ついでに相手の飛行クリーチャーサイドインしてきたやつも打ち殺せると、うん、本当に無駄がないさあ北川選手はここまでノーアクションです今ちょっとカウンターしてもよかったかなって気はしますけどね北川選手としては吸収がありましたよね手札にそうですね、はい、吸収があったんで打ってもいいかなと思いましたけどねこのままあ今上巻の輝きが手札にあったようにちょっと一瞬映ったように見えましたねいやそうなんですけどちょっとこのまま2マナを起こして中村選手が動き続けると、はい、ずっと中村選手が打ち消し呪文を構えてペースが逃げれないんでここで全体除去を純粋に弾かれてしまうとちょっと厳しそうですからねただ温調の天使が手札にいっぱいあるんでさあ5マナ立たせてエンド攻防でゲームが動きそうですねさあ中村選手アタック続けていきますちょっとねもう9点クロックセットランドされてるんで戦闘後にビビアンとかも考えられるんでこのターンはかなり難しいですね、うん、まあでも思い切って動いちゃった方がいい気がしますけどね動いて相手のリアクションを見てビビアン以外だったらそこまでひどいことにはならないと思うんで、うん、ちょっとこのまま待ち続けても、うんそうですね、さあここは俊足温調の天使なかなかこのカードも環境ではあまり見ないカードでありますが5-4瞬速飛行というスペックはねなかなかあとはビビアンが強いですが来なければゲームがおいいですね出てこなさそう3マナ水光レンジャー2体目ここはのしげみ歩きトップに戻してプラスカウンター乗せていきますさあ2ゲートはしっかり構えている木原選手この2マナ軍団2マナ3マナの探検クリーチャーをどうさばいていくかが北川選手多分けど温調の天使もう1枚あるんでおで今のターンリアクションがなくてトップがのし気味で固定されたってことは、うん、次のターンもおおむね対処されないはずなので、うん、もう1ターン温調の天使で様子を見るか1回、ライフが1で止まるんで温調の天使のおかげで、まあ、なので、マーフォークの枝あたりとレンジャーをそれぞれブロックしてまあ、それでもちょっときついですけど、ね、ライフが1で止まった状態で相手のもう1点も食らえないっていうのはそうですね、はい、ラノアールでエルフに触られても死んでしまうという状態になってしまいますのでさあこう中村選手フルパンに対してフルアタックに対して温調天使2枚目
まあ、先ほどレスポンスがなかったので今回もレスポンスはないでしょう、はい、ここは水光レンジャーそして魔法フォークの 枝渡りをさばいていきます。これあれか、墓地の6マナの能力の方で10まで戻るんで、次のターンも中村選手天使が対処できないとちょっと殴りづらそうなターンになりますかね。で8マナまで到達すると北川選手は全体10から吸収っていう動きができるんで、ライフを10まで戻した後にもうちょっと粘れれば。さあ中村選手も常に否認を叶えていますが、ここどう動いてくるか。3マナ寝かせて、まだレンジャーがあるんですね。翡翠光レンジャーとブロントとも見えますね。ここはまだ攻め立てる。翡翠光レンジャートップをめくるとハイドロイド、これも強いトップ強いですね。まあ、そろそろちょっと1回意を決して動かなきゃいけなそうですが、まあ、ハイドロイドだったらその後のドローもついてくるんで、はい、中村選手隙を見せない、常に2ゲートを構えている。北川選手さあここはどう動いていくか。今引いたのが成長室の守護者ですが、これも悪くないですけどね。ブロックしつつ、まあ、さらなる新たなブロッカーも呼べると。レンジャーがちょっと、また球種は構えたいとは思うんですけど、守護者を出す場合は出して成長させて、もう1体出してエンドみたいな動きになりそうですけどね。まだ次のトップがハイドロイドで、まあ、概ね例によって天使はほぼ確実に死なないんで、はい、ちょっと思い切って動いても良さそうですけどね。クリーチャーは今もう絶対対処されないっていうのが次のターンまで確定してるんで、このターン思い切って動いてもクリーチャーならばあんまり損することはない。北川選手ここは勝負のターンとなりそうですね。はい、成長した守護者、ここはからのもうメインで行ってもそうですけどね。メインで動かない、さあここは動かず、中村選手の手札にはハイドロイド混成体、そして2ゲートが構えられています。さあまずは中村選手としては2体でアタックしてマナを使わせる感じですかね。さあレンジャー2体アタック、ここはお互いブロックしていって順応起動します。44になって新たな成長室の守護者を手札に加えます。さあお互い盤面がさらっちになった。中村選手の第2メインフェーズは、おそらくハイドロイド混成体、そうですね、はい、もうここは思い切って動きそうですけど、6番のハイドロイド混成体 X4 2ドローがついてきます。なぜそのドローは必要だったんですかと引いたのはクロールの森内ビビアンとビビアンリード見えましたけどね、はい、土地があると次のターンビビアンネゲートって動けるんでかなりいい展開になりそうですが、もうとりあえずこのターン北川選手は何にせよマナをかなり使わないと耐えられないんで、メインで成長の螺旋ということは、まあ土地が引けなかった場合は全体除去打ちますよと。ここでね土地があると良かったんですが、もう打つしかないですね。はい、ここで全体除去ハイドロイド混成体に対して打ちます。返し中村選手、お脅迫こうデュレスもあってビアンリードもあって、まあ、ちょっとクロックをかけるターンにするか脅迫から、今そうですね、今クリーチャー普通に並べてライフ2なんで、はい、さあ相手の手札は反射して見えないが岩式岩式吸収吸収成長室の守護者、ここは吸収を1枚落とします。ビビアンリード出して良さそうですけど、これちょっとあの墓地の天使も合わせると削り切るのなかなか大変なんで、もうビビアンでマウント取っていった方が良さそうですけどね、ちょっと守護者も触りづらいんで、3マナブロントドンとクロールの森地、さあ相手のライフを削りに来た中村選手、土地を引いた。これだと北川選手は、まあ、これでも確かにかなりきついですね。成長者の守護室を守護者を出して成長させて2匹目を出して、じゃないと生き残れない。
成長室の守護者、成長室の守護者。シミックグロースチャンバー。違う。それじゃない。名前が違った。そうですね。スルタイ側もかなりどのパターンで仕掛けてもゲームが進めやすい。これ何でしたっけ？シミックはついてないな。成長室の守護者の英語名？英語名は。さあ。中村選手土地も引けたのでこのターンも確定でビビアンプラス否認って動けるん で、はい、で北川選手は殴ると死ぬって状態なんで、まあ、墓地の天使頼みですかね。グロースチャンバーガーディアンです。惜しかったさあ5マナ、ここはビビアンリード。いやけど天使が墓地に2枚やるのが微妙に絶妙ですね。2回10になれる、なんかほぐってるような。そうですね。それなの で、ね、はい、中村選手としてはちょっとビビアンに来たあいつらをちょっと無視するのはしんどいなと、うん、そうですね。カニがいたですね。カニにしましょう。呼び方カニは非常に言いやすい。ブクブクカニエルフってそれも言いづらい。さあここ44の44と22のブクブクカニエルフ。もうアリーナやってると分かると思うんですけど、あの音が。順のせとブクブクブク。ブクブクブク。はい、シミックの口は大体ブクブクブクってなるんですけど。まあ、ここもアタック行きづらい。アタックはいけないですね。このターン行ってしまうと、はい、3、4が44に止められて、3、2が22に止められて。え、3、4、あ、行きますね。もう、これだと、あんまり、ね、次のサーチが防げるっていうのはありますね。あ、さあこれ2マナで茂み歩き。北川選手にとってはちょっと余裕ができた、少しだけですね。まあ、ちょっと墓地の天使も合わせると少し余裕が出てきた感じはしますが、はい、さあ相手もフルタップなのでここで中村選手は、確かにスタック乗ってる時あれずっとブクブクしてますよね。一瞬で解決します。うるせえやってさあこのターンどう動くか。吸収はとりあえず構えたいと思うんですが、はい、ここは2ドローから。やっぱこういう話題が通じるってことは皆さんアリーナはかなりやってらっしゃると、はい、マジックオンラインだと普通にシーンって何も言ってくれない。さあ北川選手2ドローからどう動くか。こうここもかなり難しいターンですが、5マナ立ててターン終了。まあ、ただちょっとこのビビアン放置するのも辛いですね。そしてここで今ブラスカの侮辱引きましたね。さらに4枚探検ありそうですね。はい、これ途絶えることのないクリーチャーの応酬、ビビアンからどん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 供給されていきます。ちょっとまあ手札の吸収が見えてるんで、吸収に食いつくかどうかは難しいですね。一応2ゲートは持ってはいますが、持ってるんですけど、まあその吸収をかいくぐって出そうとすると1枚しかない、うん、打ち消し呪文を使わなきゃいけないんで、もうちょっと大事なところで使いたい。そうですね。まあ、だから出すとしたらもうその吸収に合わせていくのを決めた上で出すと思いますが、うん、3マナから翡翠光レンジャーの通りました。はい、ここで探検、まずは土地、そしてラノアルネフ。これは墓地です。水光レンジャーには1個カウンター乗って、のしげみ歩きには2個乗ります。のしげみ歩きは3号というサイズになりました。まあ、中村選手としてはもう北川選手が、ビビアンを放置してくるような展開であったら、まあ、特に問題はない気がしますね。もう今の時点でビビアンを殺すためにももう2ターンかけなきゃいけないんで、まあ、中村選手は焦る必要がなくて、北川選手はなんとか、うん、有効牌を引きに行かないといけない。さあエンドに成長螺旋、そしてオーラ塚の凶門。オラーズカ、あ、オラーズカ失礼しました。オラーズカの凶門から、はい、2ドロー。さあここで手札には一瞬、そうですね。さあただやはり動きづらいターンは続くのでどうなるか。そうですね、中村選手としては本当にビビアンさえ残れば特に問題ない展開なので、うん、まあ、このまま
時間が経過するのは中村選手にとっては悪くないですね。ただ北川選手もちょっとドローする呪文はだいぶ整ってきたので、はい、岩式が2枚あって、オラーズカもあるんで、うん、さあどうですかね。まあ、テフェリーとかが一番いいですけどね。ビビアンをしっかり対処できて、さあ土地を置いてから、まあ、このターンもう一回力を貯めるターン、このターンドロー終了です、はい、ドローして次のターンにテフェリーとか引けたら仕掛けていく、まあ、ただビビアンもう8位になるんでこのターンが本当に勝負どころですね。まあ、テフェリーが一番いいかなと。それまずはビビアンどけないと仕掛けられないんで、一応ライフは10になりますが紋章を得てしまうとそのライフ10もねすぐ削れてしまいますし、まあ、そもそも全体授業は効かなくなったらゲームじゃなくなるんで、はい、あ、そうですね、最悪テフェリーが引けなかった場合は、まあ、一瞬でビビアンを一回どけてリセットしてまた、うん、まあ、時間を稼ぐと。さあちょっとここに来て、はい、中村選手も少し勢いが、天使はまあただ墓地にあるだけでちょっともう、あの10点ゲインは妨害できないんで、10点になる能力は中村選手は仕掛けづらい状態はずっと続くんで、うん、まあ、まずはビビアンを一回対処してから、さあ今のマンフォークの枝当たり、いやすごいですね。けど北川選手あのまま押し切られるかと思ったんですけど、うん、だいぶ余裕が出てきてる。もう天使を起動しなくてもいいぐらいの余裕が出てきてるので、まあ、あのままゲーム決まってしまうかというところまで言ってましたが、そうですね、押し切られるかなと思ったんですけど、はい、否認もありましたからね。結構中村選手何でも持っているように見ていて、実は結構動きづらいされているといったところでしょうか。さあこのマオフォークの枝渡りに対しては北川選手結構悩んでますね。ちょっとレインジャーのサイズ見えづらいんですけど、確か3人ですよね。土地とラムアールのエルフがめくれたんで、はい、3人ですね。ちょっとこの探検 OK してしまうと、のしげみがパワー4を超えちゃうんで、はい、そしてハイドロイド、混成体。ここで強いカードしか入ってない。そうですね。それがそれがいい。さあ、このターン。土地を置いて、アタックしに行くでしょう。のしげみは確定なんですけどね、まあのしげみだけで一体様子見というか、まあ、レインジャーが行っちゃった場合は、はい、墓地の天使起動されてレインジャーがただ打ち取られて損な効果になるんで、はい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 、これだと、まあ、天使使ってもあんまりただライフゲインしただけなんで、さあ6マナ構えてるんで天使を使いそうですね、はい、ここは守護者を守る動き、うん、いやこう見るといいカードですよね。恩寵天使2ターンぐらい稼いでくれてますし、はい、またもう1枚墓地に控えてますし、さあこれライフ10になってからの、4点ですか、残り6、はい、さあ第、エンドに2ドロー再活で引いたのは土地と螺旋ですかね。はい、ここで中村選手手札に除去があるんで、ちょっと待ったをかけてもう打ちそうですね、はい、ここはマナが1マナしかない状態でブラスカの侮辱を打つか、まあ、打っちゃってもやそうですけどね。テフェリーが出てきた場合ではもうすぐ打ち落とすそうですし、打ちました、はい、また打った場合は北川選手が、全体除去プラス打ち消しみたいな時にどうせ死んじゃうクリちゃんに侮辱を打ってることになるんで、ちょっと損した格好にはなりますが、まあ、この後は殴りやすさを考えると、さあドローで北川選手このターンしのげるか。やっぱネクサス全然引いてない感じしますね。かなり減らしてるのか、あ、そのネクサスと、公園の再生をセットで抜いてる可能性はありますね。あ、ネクサスは少しは残ってると思いますけど、うん、バントコントロールみたいな形に近づけて、そうですね。さあ北川選手の手札に吸収があるのは中村選手も知っているわけですが、はい、このターン、まあ、手札も潤沢にありますからね。ただ今盤面だけで10点あるんで、これだと天使の10に戻す能力でも死んでしまうので、何かアクションは必要ですね、はい、まずは成長の螺旋ドローして、 これネクサス引いてきた。うん、さあネクサスに食いついてくれるか。
一応パッと見今何もしないネクサスなんで、はい、釣りネクサス、いや、まあ、通しそうですけどね。さあどうなるか。さあネクサス打った中村選手、ここで通しました、うん。まあ、そのドローサポートとかがない状態のネクサスっていうのは本当にただただ一旦得てるだけっていうことで、よく探検と同じって言われてます。そうですね、はい。まあ、ただ岩式があるんでここで、はい、ここで山で一瞬、ここで一瞬をキッカーで、はい、これ結構攻めましたね。ここは逃げ道たまらず備えます。さあ北川選手、ここからが勝負です。もう一回ネクサスを引いたように見えました。なので今マナを数えてハイドロイドプラスネクサ引いてますね。もう今ネゲド使わせに行ったんですね、はい。さあさらなる追加ターン、ここ中村選手ちょっともうマナがないんで、はい、ここにはリアクションができない。そしてここハイドロイドも行っちゃうんじゃないですか、はい、行きました。 X4 6マナ2ドローで2点ゲイン。再びのなぜなぜあなたカードが引けるんですか、はい。ここ中村選手は相手の動きを見守るしかない。ハイドロイド2体のハイドロイドを連れてきたんじゃないですか。お、そんなにちょっと今いらないですけど、1体か、1体ハイドロイドともう1枚は滑るっぽかったですけどね。ここは北川選手としては否認ですかね。否認とハイドロイドを連れてきてくれた、はい、繋がってくれるか。いや、ただちょっと絶妙ですね、このビビアンが、はい、撃ち落とせるんで、この段ハイドロイドがビビアンに殴ったとしても4中性度が残って飛行クリーチャー撃ち落とせるんで、はい、さあハイドロイド、さあ、ここで、さあここ運命の絆のマナーを残してのハイドロイド混成体、6でいっても良さそうでしたけどね。さあ2枚引いたが吸収と土地、これはどうだ、次のターンしのげるか。お、ここはまず4点でビビアンリードアタック。最悪、まあ、墓地の岩式を打ってそれに吸収を合わせれば一応盤面だけでは死んではないです。今もうちょっと X を大きくしとくとビビアンでマイナスされても本体が生きてたんで、うん、そっちの方が良かったと思いましたけどね。 X6 にしとくとあのネクサス絶対このターン打てないんですけど、ライフ11になって探検クリーチャーアブソーブしてたら絶対死ななかったんで、はい。さあここメインでさらに岩式2ドロー。おお、しかし再生が再生なんと、なんだと、このタイミングでここで全てのマナが起きるただネクサスは今んとこなさそうですけど、はい、成長の螺旋やドローソースは潤沢にあるような気がします。岩式はかなり勝負ですね。これもう岩式打って岩式吸収っていうムーブじゃない限りは次のターンほぼ死んでしまうので、この岩式はかなり勝負がけ勝負の岩式。さあ2ゲートを捨てて探しに行きます。追加ターンをないか、あ、螺旋があるのか。螺旋があるんで最悪螺旋を吸収すればまだ、あ、しかしそれも行くか、行った。ドローはアズカンタの探索、これはトレゼンドするしかないですね。あとオラズカの凶紋はもうちょっとマナ的に多分起動したら何もできないと思います。さあターンが返ってくる中村選手ここでゲームを決められれば環境名人。さあどうなる。パッと見山はビビアンでハイドロイド起きてるやつを潰して10点パンチが一番勝利が近そうですが、北川選手の手札にある急所知ってるってのがミソですね。中村選手がこのターン呪文をから仕掛けるってことは概ねなそうなので、さあここ中村選手何も唱えず動いてくるか、それとも唱えるのか、まあ、吸収で消すのを気づいてないパターンもありそうですね。そうですね、はい、このネクサスを引かなきゃって考えていた可能性はありますね、うん。さあ中村選手仕掛けそうですが、中村選手もねここ飛行で飛行落とすか今夜再生壊すかみたいな、まあ、ただこのターンをしのがれるとちょっとさすがに引いてる量からしてももう次のターン決まりそうみたいなは上げたくないんで、もう仕掛けたいですけどね、はい、ここはもう絶対に本体仕留められるように動きたいですが、はい、マイナス3起動は確定か。ここでハイドロイド混成体破壊、そして
アタック。北川選手は、手を差し伸べた。ラブニカの献身環境名人戦、優勝は中村幸喜選手です。おめでとうございます。いや、うまかったですね、中村選手。そうですね、救済をもう完璧に操ってここまで来たわけですが、はいはい、最後難しかったですね。それハイドロイドをもう一個 X1 大きく出すのが僕のおすすめでした、ね、そうすると球種構えた状態でエンドして、でアタック10点しかなかったんで、ライフ1残ってもう一旦絶対あったんで、それだとそれが一番プレー的には良かったかなと。もうネクサスあなたの打たなくても死なない状態にするのが先決だったかなと思うんで、中村選手もね、津村さんがいた勝ち筋をもうなぞっていくようなプレイングで、本当にもうスルタイマスター、はい、スルタイマスター中村幸喜、強い人が使うスルタイ、やっぱちょっと見てて当たりたくないなと。サイドも的確だし、はい、何でもできるように見えてしまうよっていうことで、うん、はい、はい、ネクサス側もね、もうちょっとで、いや最後すごかったですね、はい、あそこで小谷先生引いたってなったんですが、はい、そうですね、ネクサス側も本当にワンチャン、うん、全然ありましたけども、あともう少しでしたけど、まあでもあそこで球種を自分の、ね、スペルに打つっていう思いつくなかなか難しいと思うんですけどね。最後ね、結構余裕あったんでちょっともったいなかったなと思って、再生もあったし、手札球種球種螺旋だったんで、うん、で螺旋に球種打って相手がネゲート仮に打ってきてももう一回アブソブで返せて、うん、で墓地に恩寵の天使だったんで相手も殴りづらくてみたいな感じだったんで、あのターンをしのげてると、はいはい、もう少し複雑なゲームになったような気はしましたが、はい、しかも中村選手すべて日本選手、お日本とも2-0で練習で決勝ラウンドを終えたということで、決勝一回も負けずに、さすがですね、本当に、はい、というわけでですね、早速優勝した中村幸喜選手を、はい、放送席お呼びいたしましたので、こちら、話を聞いてみたいと思います。はい、はい、それでは、見事ラブディカの献身環境名人戦優勝しました中村幸喜選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでどうでしたか、決勝戦の感想をぜひお聞かせください。決勝戦の感想、はい、なんか今までいや、あ、はい、あの天使5万、はい、あの54フラッシュの天使、まあ、はい、よく見ないカードなんで、はいはい、見るだけおってなってちょっと動揺したんですけども、はい、まあなんとか勝ててよかったですね、はい、昔あのカードにあのライラーあるじゃないですか、うん、ライラーで殴って先制攻撃で先に落ちちゃって詰め切れなかったとか一回あって、あのカードちょっとトラウマだったんですよ。超天使ですね、はい、そうあれで10点されて、あ、もう詰め切れへん、負けたみたいな一回あって、はい、まあ、その教訓を得て、はいはい、今回、はい、見事勝利したということで、はい、いや、今回ですね、まあ、スルタイミッドレンジということで、まあ、今回環境の王道のデッキを使用したんですけど、はい、何かその自分で工夫だったりとか、まあ、こういうところこだわったっていうのもありますか？いや、一切ないですよ。あの、滝村さんに、はいはい、あの、75枚もらったつもりやったんですけども、うん、1枚だけ違かったです。はい、はい、ミス、ちょっと伝え間違えてて、まあ、はい、まあ、74枚一緒です。あ、なるほど。74枚一緒です。はい、スルタイミッドレンジは結構長く使ってるんですか？あの、グランプリの時、あの、オメガスルタイを使ってて、はいはいはい、のしげみじゃないやつ使ったんですけども、まあ、ボコボコにやられて、はい、でも最近全然勝てなくて、ちょっとやっぱのしげみ、王道を使おうと思って、はい。やっぱりのしげみ型に残そうと。そうですね、王道を使ったら勝てちゃいました。はい、はい、あの、まあ、今回ですね、あの、環境名人戦はドラフトとスタンダードを一緒にやっ、はい、あの、今後のフォーマットだったんですけど、はいはい、ドラフトの方はどうでしたか？ドラフトは一応 3-0 したんですけども、はい、もうすごくデッキ弱くて。そうですか、はい、なんかあのサンビエンチャー、はいはい、あの4番、あ、そう、天使のサンビみたいなやつ、はい、あれとあの不正相続しか強いカードなくて、なんかさ、あの3マナ池までのゴミで殴ってそれで頑張って詰めてるみたいな。でたまたま勝っちゃって 3-0 して、はい、はい、なるほど。でその勢いで決勝まで行って、はい、まあ、決勝もね、日本、あの、全て日本選手で勝ったということ で、はい、いや、さすがな、もうなんか津村さんもね、かなりもうこの人はスルタイマスターだと、山田選手はスルタイマスターだと言っていたので、はい、かなり面白い、ゲームを見せていただきました。はい、ただですね、最後にですね、ぜひ優勝の気持ちを一言お願いいたします。いや、やっと、まあ、タイトルを取ったことなくて今まで、あ、なるほど、はい、いや、初めて、今初めて3年ぐらいなんですけど、やっと取れて、はい、よかったです。はい、それで環境名人、はい、中村幸喜選手ということで、はい、はい、それで、中村幸喜選手の話を聞かせていただきました。改めて拍手の方よろしくお願いいたします。おめでとうございます。はい、失礼します。はい、ね、初めて3年で環境名人ということで、え、初めて3年、いや、3年って、おい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 と、
いやけどすごいですね、はい、本当ですか。ちょ裏の話がそうだ、おいおいじゃちょっと、はい、ああそうですか、じゃあ、ま、ちょっとおいおい、いやす、はい、いやすごいですね、はい、準々決勝準決勝決勝と素晴らしいプレイングで見事優勝をね勝ち取ったと。最近本当にそのアリーナ勢も顕著ですけどね、はい、そのもうめちゃくちゃうまいやんっていう人がたくさん出てきて、まあ、アリーナだけじゃないなっていうのは今回思いましたけど、はい、もう本当にこれから楽しみですね。アリーナ出身のうまいプレイヤーっていうのはこれからもっともっと出てくるでしょうし、うん、この間のミシックミディアさんもめちゃくちゃうまい人いたんで、はいはい、まあ、結構実はマジックのベテランだったらしいんですけど、うん、そういうプレイヤーがこれからもっと増えてくると面白いなと思います。はい。まあ今から、これからが熱いマジック、ね。そうですね。はい、今がもう、今が。俺は今なんだよ状態かもしれない、ね、まだね、始めてない人いたら、ぜひぜひこの機会に、そうですね。はい。始めていただければと思います。まあ、アリーナも面白いんで、はい、やったことない人はぜひアリーナも、マジックオンラインも。はい、というわけでですね、まあ、放送終了となりますが、はい、ここで告知を挟ませていただきます。はい。で、まあ、ハレリーはですね、この前、通販サイトが大幅にリニューアルされたので、はい、それを記念いたしまして、4月10日まで、通販サイトリニューアルセールを行っております。それですね、安いカードなどがいろいろありますので、まあね、モダンのカードは結構安くなっててですね、はい。じゃあ、グランプリ横浜前に、ちょっと気になるデッキがあれば。うん、はい、ぜひぜひ、欲しかったカードを揃えていただければと思います。あと4日しかないですからね。はい。はい。そして、続きましてですね。ただいま、4月12日発売のチャレンジャーデッキの、チャレンジャーデッキ2019の、予約受付を行っております。回してますね。はい。こう、黒緑と、青赤、EZ と、赤と白ということで、はい。こちらもですね、まあ、4種セットでの、予約受付なんですけれども、はい、まあ、友達と一緒に買っていただくなどするとですね、まあ、買いやすいかなと思いますので。確かに4人で1人1個ずつ。はい。でそれで遊んでみるとかね、はい、いうことで死に至る発見ってすごいね物騒な名前してますけど、しかもねトーナメント級のカードがめちゃくちゃいっぱい入ってるんですよね。このチャレンジャーデッキっていうのは本当にかなりしっかり組まれてて、はい、そのまま大会にも出れるようになっていると、はい、ちょっと名前は物騒ですが1枚2000円3000円するカードもね全然バンバン入ってるので、はいはい、これから先、まあ、紙で始めたいという人にはぜひぜひおすすめのデッキとなっております。そうですね、はい、先ほど質問いただいたんですけどこれからスタンダードを始めるきっかけとしては素晴らしいんじゃないかなと思いますので、はい、はい、ぜひぜひ予約の方よろしくお願いいたします、はい、そして最後に、はい、5月3日発売の逃走対戦ボックス予約受け付けております。いやトレーラーの映像見ました、見ました、公式のびっくりしました。なんか今まで紙芝居超えてみたいな感じだったのに突然なんかそうあれプレステってプレステ出てきたってなんかどっかのハリウッド映画かなみたいな感じの、いやすごいすごいですよね、はい、ちょっとまだ見てない方ぜひトレーラー見てほしいんですけど、何回見ても感動する内容になってるんで、いやすごいです、はい、本当にすごい綺麗で、はい、ストーリーが気になるようなね、はい、感じになってるんで、しかも収録のねプレイン増加36枚、ちょっとねそれだけでおじいちゃんにきついなと僕が常々言ってそんなに覚えられない効果が次のプロってあれなんですよ、プレリのタイミングでリミテッドがあるんで、はいはい、絶対もうとんでもないことになるジャッジみたいな、ジャッジだったらいいんですけどああ殴っちゃったみたいなのがよくありそうなんでそれちょっと、ね、おじいちゃんには厳しいんですけど、うん、まあ、でもね今まで類を見ないようなセットになってると思うので、そうですね、連続が36体って、まあ、二度とないんじゃないかというぐらいのセットですけど早く遊びたいなと思って、本当に。そうですね。総裁選。まあ、5月3日ということで、ゴールデンウィークのタイミングなので、ね、はい、はい、皆さんもぜひ、思う存分遊べるかと思いますので、ぜひぜひ、予約の方、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、放送は、はい。明日、鈴池選手と宇都宮選手、ハリアホープ所属の2人が、明日 GP で勝つ、はい。ための練習方法、講座みたいな。はい。はいのハレリアトーナメントセンターで、夜20時からですかね。そうですね。はい、20時から、はい。やってくれるそうで、参加費がなんと無料ということで。はい。だいたい1時間半ぐらいやるそうなので。おはい、結構がっつり。がっつり、はい。僕内容全然知らないんですけど。はい、まあ、なので、もし、関東近辺の方、うん、まだ1時間ぐらい、ちょっと終電とかあるかもしれないですけど、はい、もしよろしければそちらの方も、はい、ご覧いただければなと思いますが。はい、よろしくお願いします。さあ、というわけで、ラブニック。ちょっとね、はい、カード名でちょっとネタバレがたまにあるっていうのはね。はい、リアの勝利書いてありますね。なんかカード見たら僕の好きなエムラクール月に封印されますって書いてあってカードが言うと思って1回月の時ですね。そうそうそうたまにねそういうやんちゃなネタバレもありますけど、うん、はい、ですがまあまあかなり楽しみなセットとなっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、ラブニカの検診環境メディセンの放送は、以上となります。ここまで見ていただきまして本当にありがとうございます。ここまで実況は私大塚渡、そして解説は津村健二選手をお呼びしてました。はい、ありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう、はい、よろしくお願いします。
あ、モダンシンがあった。モダンシン。